冴えない予備校生の僕、間宮雄一の生活が激変したのは父誠一の突然の再婚だった。結婚相手の美冬さん、美冬さんの長女の夏希ちゃん、次女の明葉ちゃん、僕にはいきなり母と二人の妹ができてしまった。さらには再婚したばかりというのに父は長期海外出張で家を出てしまい、会ったばかりの母と妹二人との生活を余儀なくされた。美冬さん、夏希ちゃん、明葉ちゃんとの生活は案の定ギクシャクしたものだったが、これまでほとんど一人で生活してきた僕は新しく家族ができたことがただただ嬉しかった。僕はこの人たちと本当の家族になりたいと思った。美冬さん、掃除よりも愛する息子と気持ちいいことしましょう。そうね。おかえり、夏希ちゃん。あ、いつものように僕に体を見せて。あの、私見ちゃったんです。母さんやお姉ちゃんと海雄一さんがするの普通じゃないです。こんなの私家族じゃないよ。アキハちゃん。はい。あれは僕たちが家族として仲良くやっていくために必要なことなんだ。私もその家族の絆強くした方がいいですよね。うん、みんな元気よ。もちろん仲良くやってるわ。そんなわけないでしょ。私知ってる、お兄ちゃんと。お母さんも知ってるよ。嘘。仲良しだから安心してたんだけど、夏希はまだだったのね。私ちょっと心配になってきたわ。でもそんなのおかしいでしょ、兄さんとだなんて。あら、家族なのよ。セックスするのはおかしいことなんかじゃないわ。あんなに気持ちよくって楽しいのに、お姉ちゃんまだなんだ。そんなの、私は知らなくていいんだから。手伝ってあげる。うん、大丈夫、お姉ちゃん。兄さん。おいで。もう、ぼーっとしてないで教えてよ。勉強、見てくれてたんですって。お疲れ様。おっと、母さん、お帰り。ただいま。さ、ご飯できてるみたいよ。いただきましょう。どうぞ、召し上がれ。母さん、こんなところで寝ると風邪ひくぜ。ほら、起きろよ。もう必要ねえよな。あいつにはもったいない。母さんたちよ。今、お母さんにキスしてたよね。どうしてそんなことしてたの？どうしてか。それは部屋で説明してやるよ。部屋に戻っていいぜ。今ならみんな寝てるだろうし、風呂入って綺麗にしとけ。本当に二人には何も？姉さんの態度次第だがな。ねえ、今の電話ってもしかして。風呂入ってさっさと寝ろよ。あら、おはよう。おはよう。おはよう、ね、顔合わせづらいよ。けどほら、ご飯できてるよ。いつも通りにしないと。びっくり。ほら、あとはお母さんやっとくから。ごめんね、着替えてくる。ねえ、今日帰ったら少しお話があるんだけど、時間取れるかしら。ああ、大丈夫だよ。うん、よかった。ごめんなさいね、こんな時間に。
別に大丈夫だよ。この前お父さんと喧嘩したんでしょ？私が余計な気を回したせいよね。頼む、母さんには言わないでくれ。やっぱりごめんなさい。お詫びと、あなたに元気になってほしくて。ありがとう。渚がチクったわけじゃないか。ならちょうどいい。よかった。娘しかいなくて、男の子を元気づけるの経験ないからわからなくて。なんだ、男を元気づけるならもっと簡単な方法があるよ。え？そうかな。視線感じる。絶対お尻見られてる。どうしよう。勉強するなら今度図書館行くし。じゃあ本当かどうか証明するよ。これから部屋行くよ。マジで？後にしてよ。はーい。ちょっと。何を見てるの？いきなりだね。仲いい姉妹を見てただけさ。いいケツだなって。やめて。そんないやらしい目で見ないで。母さんが相手してくれりゃ別に。母親ではなく、女として見てたなんて。今日は早いのね。うん、日直なの。樹くんはまだリビングだけど。ええ、それがどうかしたの？ううん、なんでもない。行ってきます。行ってらっしゃい。思い出しちゃダメ。私たちは家族なのよ。おはよう母さん。まだ出てなかったんだな。今日はゆっくりなの。思い出してたのか。断る選択肢なんてないわよね。その通りだ。It is what it is. It is what it is. What it is. お母さん、大丈夫だよね。遅かったね。お母さんと何か話してたの？私が言うこと聞けば、二人には何もしないって約束したよね。最近姉さんの様子がおかしいって母さんに聞かれててな。たく。ごめん。行くぞ。遅刻したくないだろ。うん。疑ったり避けたりして、私、ひどいお姉ちゃんだよね。ちゃんと話せば。また元の家族に戻れるかも。お尻に何か。何してんだおっさん。ありがとう。当然だろ。姉さんのハヤシライス最高。ねえ、やっぱ隠し味とかあるの？姉さん。サラダにはこれ。おっとすまん、静電気が。あ、兄さんもしかして帯電体質ってやつ？ふうか。どうした母さん。いえ、よく噛んで食べなきゃダメよ。兄さん今暇？どうしたこんな遅くに。ちょっとね。マッサージでもしてやろうか。部活で疲れてるだろう。いいの？ダメ。お母さんと姉さんにはひどいことしないで。なら黙ってるんだな。分かったら出てけよ。寝るからよ。自分で出てく。ちゃんと役に立ってるから心配しなくていいよ。第一、ここへ連れてきたのは俺の方だし。それにさっきのはモーニングコールとしては最高だったし。ひどさ。
ああ、ところで早速で悪いんだけど、役に立ってもらえるかな。朝なんで。はい、かしこまりました。おはよう。ん、あれ、木戸さん、もしかして徹夜明け？ああ、ちょっと立て込んじゃってね。うん、そうね、ミルクたっぷりよね。どうしたんだよ、その学校。のぞみちゃんの予備を借りたの。変かな。いや、意外と似合ってるけど。よかった。今日は、私がその、ご奉仕してあげようと思って。いや、木戸さんは私を好きにしていいんだから。メイ、お前。やっぱり木戸さんにはメイさんがお似合いですよね。こんばんは。いらっしゃいませ。はっ、ヒロ兄、いらっしゃい。ナナちゃん、今日も手伝い？偉いね。ずいぶんと遅くまで仕事だったんだね。ビールでいいかい？じゃあ一杯だけ。明日も早いんで。商店街のイベントの準備は進んでるのかい？いや、時間もないし、なかなか大変で。それでイベント司会の件なんだけど、やっぱりナナちゃんに頼めないかな。え、無理だよ、そんなの。人前で話すとか恥ずかしいし。俺も全力でフォローするし、心配ないって。でも頼む、もう頼れるのはナナちゃんだけなんだ。そんなこと言われても。いいんじゃないの、引き受けてあげれば。面白そうだし。ああ、お母さんまで。じゃあヒロ兄が私のお願い聞いてくれるなら。というわけで、司会を引き受けてくれた坂下奈々ちゃんです。よろしくお願いします。いやー、引き受けてもらえて助かったよ。イベント一緒に盛り上げていこうね。じゃあ衣装のサイズ確認してもらって、着替えはそっちの部屋使っていいから。はい。いいじゃない、彼女。よく見つけてきたね。いい絵が撮れそうだよ。会長。これ頑張れば、ヒロ兄とデート。動くとずれちゃうかも。ちょっと、何考えてんですか。商店街の一般イベントなんですよ。でも、可愛いよ。あ、では、あ、ちょっと、会長。はあ、すまん、俺がちゃんと確認してなくて。おい、ねえ、かわいいかな、似合ってるかな。え、ああ、かわいいぞ、すごく。今度はちゃんとした衣装なんでしょうね。おう、バッチリよ。あの、ヒロ兄。ん？おう、サイズはどう？いい加減にしろー。